ミュニシパリティオブラーラは、オーストラリアニューサウスウェールズ州の地方公共団体。シドニー CBD の東5キロメートルに位置している。リアス式海岸の上に、町が展開しているため、急な坂が多い地形である。シドニーで、最も平均所得が高い地域であり、ダブルベイやベルビューヒルには高層な邸宅が立ち並ぶ。サーキュラーキーからのフェリーは、ダブルベイ一と ワトソンズベイ駅がある。鉄道はエッチクリフ駅が最寄り駅となるが、ボンダイジャイクション駅も比較的近い。19世紀の植民地獲得競争におけるイギリス、フランス両国の対立を背景に、湾口部のワトソンズベイには砲台が設置され、シドニー防衛の拠点であった歴史を持つ。タスマン海を望む、この地区はシドニーハーバー国立公園として、 現在整備されている。ミュニシパリティオブ・ウラーラは以下のサバーブで構成されている。ウラーラの地名はアボリジニの言語でキャンプや集会所といった意味であると考えられている。この地域で最初に住民が定住したのはシドニー湾に最初のヨーロッパ人が上陸した2年後の1790年のことである。その後、周辺の土地が付与あるいは購入という形で、 白人の手に渡った。1859年、ダーリンポイント、パディントン、ワトソンズベイに住む144人の署名を載せた、市政志向の請願書が提出され、反対もなかったことから、1860年4月17日、ウラーラは地方公共団体となった。1947年、ウラーラから現在の位置に市役所が移転した。ウラーラ、ダブルベイ、 パディントンを除き、この地域は産業が育たず、もっぱら住宅街として街は発展していったが、1960年代にはパディントン、ウラーラにもジェントリフィケーションの波が襲った。この地域には世界中から多くの意味が移住してきた。過人系の住民は、1880年代にダブルベイやローズベイに中国式庭園を建設し、19世紀に移住した。 ポルトガル系の捕鯨業者は、教会を建築したことで知られる。第二次世界大戦以降、ダブル米を中心に多くのヨーロッパ人が移住してきたことから、町の要望の変化に大きな影響を与えた。ミュニシパリティオブ・ウラーラの議会は、15人によって構成される。任期は4年。選挙区は5つで、それぞれの選挙区から3人の議員が選出される。 最新の議会選挙は2012年9月8日に実施された。議席はオーストラリア労働党9議席、市民会派のレザデンツファーストウララが5議席、オーストラリア緑の党が1議席を獲得した。市長は議会選挙後の最初の議会で15人の議員の中から選出される。市長はオーストラリア労働党のアンドリュー・ペートリ、シドニー・ハーバー、ナショナル・パーク、 オフィス・オブ・エンバイロメント・ヘリテッジ、NSW ・ナショナル・パークス・ワイルドライフ・サービス、2012年10月31日、閲覧。ABC ・ジャービス・ケリー・ザ・ヒストリー・オブ・ララ・シドニー・ハルステッド・オプレス・ハット・ ABCDE ・エイブリーフ・ヒストリー・オブ・ララ・ミューニ・セパラティ・オブ・ウララ・2012年10月31日、閲覧。A.B. ウララミューニセプルカウンシルベルビューヒルワードローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスワイールズ2012年9月21日閲覧 AB ウララミューニセプルカウンシルクーパーワードローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスワイールズ2012年9月21日閲覧 AB ウララミューニセプルカウンシルダブルベイワードローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスワイールズ2012年9月21日閲覧 AB ウララミューニセプルカウンシルパディントンワードローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスワイールズ2012年9月21日閲覧 AB ウララミューニセプルカウンシルボクラズワード。ローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスウェールズ2012年9月21日、閲覧。エギス、マット、ルック・フーズバック、アンドリュー・ペトリリ、エレクテッドアズ・メイヤー・オブ・ウララ。 ウェントワースクーリエ、http コロンスラッシュスラッシュ wentworth-courier.wherilive.comau, ニュース、ストーリー、ルックフースバックアンドリューペトリリ、エレクテッドアズメイヤー、オブーララ、2012年10月13日閲覧。ありがとうございます。